ンジャズが黄金時代を迎えたのは1950年代のことであります。1940年代ジャムセッションから生まれた新しいジャズ、ビバップ、これは50年代に入ってハードバップとして完成を見たのであります。ブルーノートレコードのオーナーであったアルフレッド・ライオンはそうしたハードバップの命運をジャズの中心地ニューヨークで熱意を持って制作し続けたのでありました。一体ハードバップとは何か、クインシー・ジョーンズが巧みにそれを説明しております。ビーバップの時代、リズムセクション、特にドラマーはずっと背後に押しやられて単なる伴奏者に過ぎなかった。ところがこのハードバップ時代に入るとドラマーは一歩も二歩も前に出てソロイストと同列に並んでインタープレイを行うようになった。これがクインシーの説明なんですが、とてもうまいと思います。つまりこういう演奏を指すのです。マイルスのトランペットをぐんぐんプッシュしていくドラマー、アートブレイキー、すごいですね。このアートブレイキーこそハードバップを代表するジャズマンということができると思います。バードランドのステージから自分のクインテットを紹介するアートブレイキーです。That includes Horace Silver, Curly Russell, Lou Donaldson, and Clifford Brown. Let's give them a big round of applause. アートブレイキークインテットが演奏するチュニジアの夜、このクインテットこそアートブレイキーのジャズメッセンジャーズの母体となったグループであります。
常に次の時代を担う有望な新人を集めてジャズメッセンジャーズを率いてきたアートブレイキー。このジャズメッセンジャーズを去来したスターたちのリーダーセッションのいくつかを聞いてみることにいたしましょう。まずピアノのホレス・シルバー、曲は自作のセニオール・ブルース。ハンク・モーブレーのグループはトランペットのアート・ファーマーを除けば全くジャズ・メッセンジャーズと同じ顔ぶれでございます。
トランペットの天才少年と歌われましたリー・モーガンがジャズメッセンジャーズに入りましたのはこのセッションの2年後のことでありました。自作のマイナーズホリデー。このあとドーハムはジャズメッセンジャーズに入団いたしまして、カフェボヘミアのライブでもこの曲を演奏しております。アート・ブレイキーはジャズメッセンジャーズ以外にも数々のハードバップの名演に参加してまいりました。次にお送りする3曲のドラマーは全てアート・ブレイキーです。まず先ほどチュニジアの夜で素晴らしいアルトを吹いたルー・ドナルドソンのリーダーアルバムから自作のカラカスを聴いてみましょう。次はジミー・スミスのファンクス・オーツです。モダンオルガンのパイオニアジミー・スミスはブルーノートに
最も多くのレコーディングを残しているスーパースターの一人です。ハードバップ時代よく行われたものにテナーバトルがございました。ここで12小節のテナーチェイスを聴かせる2人のプレイヤーはシカゴからニューヨークに進出したばかりのクリフ・ジョーダンとジョン・ギルモアであります。ハードバップ時代、アート・ブレイキーと双璧を成したもう一人の偉大なドラマーがマックス・ローチです。冒頭のテーマ、ウンポコ・ローコも彼の名演の一つでありますが、マックス・ローチのプレイが聴ける秀作をお聴きいただきましょう。まずこのセッションのリーダー、これはテナーのジョニー・グリフィン。彼もシカゴからニューヨークに来て成功したミュージシャンでございまして、小柄な体から驚くべきエネルギーを発散するところからリトル・ジャイアントと呼ばれました。
テナーはソニー・ロリンズ、ハードバップ時代の立役者です。モダントロンボンの開祖 J.J. ジョンソンのワンホーンセッションから、曲は自作のコーヒーポット。ここでのドラマーはケニー・クラーク。彼こそアート・ブレイキー、マックス・ローチへとつながるモダンドラミングの創始者といえる偉大な存在であります。ついに到達したハードバップの世界。アルフレッド・ライオンが情熱を注いだブルーノート1500番台は、またこのニューヨークハードバップシーンの最も愛情と理解にあふれた記録となっているのであります。
1950年代、ペンシルベニア州フィラデルフィアと並んで、ミシガン州デトロイトはハードバップの名プレイヤーをたくさん生んだ街でありました。ギターのケニー・バレルもその一人で、ここでは同郷の師トミー・フラナガン、ポール・チェンバースも加えてスイング時代からの名曲を演奏しております。チェンバースのリーダーセッションにもケニー・バレルが加わっております。Thank you.
タッド・ジョーンズはデトロイトが生んだジョーンズ3兄弟の2番目で、兄のハンク・ジョーンズ、弟のエルヴィン・ジョーンズと共にジャズ界のトップスターですが、ここでは同郷デトロイト出身のビリー・ミッチェル、バリー・ハリスを加えてのセッションです。1950年代デトロイトからニューヨークに出たジャズメンの中には幾人かの白人もおりました。黒人的な力強さを持っているのがこの町出身の白人たちに共通した特徴で、バリトンサックスのペッパー・アダムスもそうでしたが、今吹いております J.R. モンテローズもそうした一人です。1ヶ月前、彼が加わったチャールズ・ミンガスの直立エンジンにどことなく影響を受けている感じがいたします。さて、デトロイトが生んだ大物にミルト・ジャクソンがおります。ブルースばかりかスローバラードのうまさは抜群です。Thank you.
で今ミルド・ジャクソンと共演していたピアニストセロニアス・モンクのセッションをお聴きください。スイング時代の末期、すでにモンクはニューヨークのジャズシーンで不思議なピアノを弾く男として知られておりました。彼が目をかけた後輩に後バップピアノの花形になったバッド・パウエルがおります。これはモンクが親しみを込めてバッド・パウエルを描いた曲です。セロニアス・モンクのピアノがビーバップというよりも伝統的なハーレムストライドピアノから不必要な音を抜いて間を広げた論理的なスタイルであるのに対して、バッド・パウエルのスタイルはいかにも天才的であり、時としては病的なものさえ感じられます。パウエルのピアノはバップピアノのお手本として現在に至るまであらゆるピアニストに影響を与えてまいりました。ミュンヘンから渡米した女性ピアニストユタ・ヒップもその一人です。Thank you.
ムセッションの延長線上に生まれたビーバップを編曲してグループとしての表現に高めようとする動き、この動きの先陣を務めたのはアレンジャーピアニストタッド・ダメロンでありました。アディショナルジャズファンとしてブルーノートを発足させたアルフレッド・ライオンが最初に録音したモダンジャズがこのタッド・ダメロンセクステットだったのであります。ここで素晴らしいトランペットを吹いておりますのはファッツ・ナバロ。ナバロは残念にも26歳の若さでこの世を去りました。ナバロを実の兄のように尊敬していた後輩に7歳年下のクリフォード・ブラウンがおりました。2人の生涯は驚くほど似ておりました。2人とも13歳の時に父親に買ってもらったトランペットで吹き始め、星回りも同じ天秤座でありました。そして共に20代半ばでこの世を去ったのです。Thank you.
1963年、43歳で不遇のうちにこの世を去ったハービー・ニコルスは個性的な作編曲家でありピアニストでありました。その意思に反してディキシーグループやスイングコンボのピアニストとして無名のうちにその生涯を終えたハービー・ニコルスの名は皮肉にもビリー・ホリデーによって後世に残ることになりました。ビリー・ホリデーはこのハービー・ニコルスのオリジナル曲に歌詞をつけ、レディー・シングス・ザ・ブルースと解題して彼女のテーマにしたのでありました。